なわけにいくか。俺はやっぱりこいつとは組めない。俺は吹雪のやり方に合わせてみるよ。カズマル、俺にもあのスピードが必要なんだ。エリアからボールを奪うにはあのスピードがなくちゃダメなんだ。なるほどな。特訓始めようぜ。風丸、ちょっと急いでる感があるな、風丸にはな。ところで特訓の道具が2組あるようだけど、一つは随分と古ぼけているわね。誰か一緒に特訓していたのかしら。え、あ、シロ見ろよ、うまいだろ。まあね。おっとエイリア来たか。あ、また雪崩、結構激しかったですね。エイリアじゃない、あれ吹雪。なんだ、これくらいで驚くなんて意外と怖がりなんだな。はははは。お、ひとみこなんか気づいたか。吹雪しろ、やはり何か秘密がありそうね。やめろ、お前にも秘密あるだろ。その秘密をまず俺に教えろ。お、トコうめえな。あれ俺よりうまくね。見たか、エンド、うまいだろ。はあ、筋がいいね、トコさん。お、ベアマ、あばば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 またいつの間にかいなくなっちゃいましたね。へえ、ミステリアスな女性なんだね。遠藤くん、みんな平気な顔しているけど、本当にエリアで勝てるか心の中は不安でいっぱいだわ。みんなを勇気づけてあげて、それがキャプテンとしてのあなたの使命よ。ああ、わかってる。ちょっとみんなの様子を見に行ってみるか。うんだ、なんかいねえと思ったらやっぱりお前か。この陰ながら一人で特訓する風丸ってなんかちょっとかっこいいよね。こんなスピードじゃダメだ、もっと頑張ってエイリアに勝たないと。やっぱ一人でやるんじゃねえぞと遠藤が。おーい風丸。遠藤かな、さっきは吹雪に合わせるって言ってくれてサンキューな。あれで俺も気づいたんだ、強くなるにはまず自分が変わらなきゃって。俺はそこまで考えてなかったぞ。でもさ、そういうことだろ。吹雪のいいとこどんどん生かしてさ、俺たちも変わっていこうぜ。あいつを生かすには誰かがエイリアからボールを取らなきゃな。ああ、風になればできるさ。なれなかったら、そんなこと言うなって。力が欲しいんだ。え？神のアクアがあれば。え？そうだ、ゼウス中が使った神のアクア、あれならすぐにパワーアップできる。世界を救うためなら使っても許されるんじゃないか。何言ってんだよ、神のアクアなんかに頼っちゃダメだ。サッカーで人を傷つける奴らだからこそ正々堂々戦わなくちゃ。悪かった、ちょっと気の迷いが起こっただけだ、気にしないでくれ。ああ特訓特訓、乗ろうぜ風に。悪い、今一人で特訓したいんだ。おい風丸。おほほほほほ、ちょくちょくと風丸くんが黒に染まっていってるね。あれは？くそ、もう一回だ。染めようか。おう。あんなに文句言ってたのに、どういう風の吹き回しだ？楽しんだやつ勝ちだってあいつ言ってただろ。勝ちたいんだよ俺、エリア学園にも、吹雪にもな。染めようか。よし、俺も特訓に付き合うぜ。おう。ん？吹雪。お、どうした？なんかうん？あはは、こっちこっち。待ってよ。相変わらず遅いな、シロは。なんか、アツヤだよな、あれ。100% アツヤだな。あの髪型のアツヤ、ダサくねえか？ん？風丸はキャラバンにいます。連れて行きたいときはなんであいつ一人でキャラバン戻ってんだ？いいよ、じゃあ。あいつ置いてくもん。やだ！そうやって一人で特訓して。